というふうにも思いますが、さあ試合始まりました。山口選手のサーブです。桃田選手がどう打つかで、シックスセンスっていうぐらいですから、本当に山口選手っていうのは第六感のね、はい、アクロバティックなプレーしますからね。もう本能的ですからね、お最初のポイントは山口選手取りまででしょうから、しますよね、やっぱり団体戦の最初のゲーム取れることができたら本当に余裕ができるんですよ、はい、ここはドロップショットを落としていくでしょうから、しますよね、やっぱり団体戦の最初のゲーム取れることができたら本当に余裕ができるんですよ、はい、ここはドロップショットを落としていきました。2ポイント選手、これ桃田選手やっぱりリードして次の選手に渡さないと、あ責任ありますね。そうなんですよね、桃田選手は去年2019年は世界選手権、アジア選手権を含め、それから、ワールドツアー合わせて全部で11勝、これギネスブックに登録されました。山口茜選手は日本の史上最年少できなかったですね、あれね、悔しかったですよ ね、 ね、本当にどうして日本同士で 準々決勝を戦わなきゃいけないのかなと、が出てきました。これ新旧女王対決ですよね。そうですね、懐かしい感じもありますよね、はい、佐藤沙耶香選手が、怪我から復帰して全日本の女王になった時の決勝の相手が山口茜選手だったわけですよね。そうですね、これ名勝負でした。いいショットです。山口前に落とす。はシングルスで登場、田村園田そのカムペアで、オリンピックを目指すこの田村選手、今日はシングルス2-4。ここは拾ってクロス上げました。後ろまで下がって佐藤、カムラのバックハンド、のこのこうまいですねこれ。今のは本当ダブル、今映っている白いマーク、これがフライトポイント、これが減っていきます。ワンポイント入るごとにお互いのポイントが減っていきます。クロス、これはベテランの佐藤選手と中学生の対戦、これネット前にうまく落として小原選手がいいショットを打ちました。落とす、その後は奥へ、ここはネット際でセラピン上げました。小原選手クリア、もう一回踏み込んでクリアです。クリアの応酬、ヘアピン佐藤、さあここは少し浅くなった、あネットインです。 4-5 ポイントは1ポイント差、落とす、いいショットです。逆をつきました、沖野クリア、小原選手がネットクロスを切った、その後後ろの球、これはアウト。野口俊平選手登場、男子と男子の打ち合いになります。向こう側チーム感謝は沖拓郎選手です。大きなクリア、後ろへ、どうだ、これは入っています。していた方が、はい、後半競った時に、例えばさっきみたいに本当は後半にこの選手出したかったけどっていうことが起きると思うので、やっぱりリードできる時にリードしといた方がいいですよね、はい、これホキ選手結構、まあ、このまま立っているとライトポイント使いそうな感じはありますが、どこまで伸びた選手、このホキ選手でこれがアウト、ホキ選手は、まあ、チーム感謝今 5-7 と追い上げたところ、2ポイント差、野口選手が上げます。ここは奥へのクリアでした。ジャンプしてスマッシュ、前拾った、今度はこのスマッシュを決めました。大堀選手登場です。去年の全日本総合は準優勝、山口選手を破って決勝進出したという大堀選手です。この野口選手、それからもう一人、中川優奈選手と埼玉栄中学からは2人男子の選手がこの大会に出場していますが、この埼玉栄中学男子は今年全日本中学の選手権がなくなった代わりの大会ではチームとして優勝しています。いいところに決めました、野口の堀選手、はい、それと互角に渡り合ったような感じのラリーだったんですね。そうですね、さあ今度はシックスセンス、8-6リードの場面で東野有紗選手が登場。
東野選手のシングルス見れるのなんてなかなかないですからね。いやこの選手は本当にあの動きが早いです。それがチームに分かれて今大堀選手が一つポイント取りましたんで 7-8 ジャンピングスマッシュ、これが得意あのポイントのリードになりました。このシングルスは30ポイントまでですから、これ結構この点の取り合いを見ていると藤井さん長丁場ですね。そうですね。でやっぱもうチーム感謝からするとシングルス の、はい、あの選手が多いので、必ずシングルスは取っておかないと、またダブルスになった時にきつくなると思うので、ここは絶対取りたいところですよね、長いラリーになりました。クリア、先に打っていったのは東野、このバックハンド追い込まれた、そこを大堀前を出ました、まだ東野拾っている、これがネットイン、それで息を入れるということあるんですよね。そうなんですよ。なのでやっぱシングルス選手がダブルスをしても息はあんまり上がらないんですけど、ダブルス選手がシングルスをした時の息の上がり方って異常なので、はい、相当疲労が来ると思うんですよ。これ来る、はい、なので第2ダブルスとか、まあ、はいはい、第1シングルス、あ、第2シングルスとか、はい、まあ、第1シングルスの中盤ですよね、だんだん多分ダブルス選手が10と2ポイント差を追い上げたところで、シックスセンスの方は常山幹太選手が登場。クロス、いいところ決めました。中川優奈選手がチーム感謝のシングルスプレーヤーとして今コートに立っています。大きなクリア、この球はわずかにアウト。9でシックスセンスがリード2ポイント。大きくジャンプしてのクリア、それから前、上がりきりません。常山ここのネット前のショットはまだこの2人のラリーが続きます。感動、追い込んでクロス、大きくないんですけど、はい、中川選手 の、 あのショットっていうのがすごく力強かったり、柔らかい球もあったりっていうので、多分常山選手もやりづらいんだと思いますね、はい。165センチという中川優奈選手、ジャンプしてためを作ってね、どっちに打つのかっていうのが少し読みにくいところがありますよね。柔らかいですね、体の使い方が。あ、押しとあのキャプテンもそれから他のチームメイトの選手もこの2人のラリーに見入っちゃってるような感じがありますけどね。そうですね、15、後ろどうか、これがアウト。さあチーム感謝と中学生中川優奈選手のこのラリーで、追い上げていったチーム感謝がついに追いつきました。13オール、これはネットです。来ません。代わって出てきたのが橋村若菜選手です。後ろ前に持っていった球をちょっと足が出ませんでしたね、でも常山選手がチームメイトの方を見てたっていうのは、橋村選手にそれやるかっていうような感じの、表情だったのかもしれませんけどね。さあここで今度はシックスセンサー東野有紗選手が消耗したかなという藤井さんがおっしゃってました。いいところに落としました。バックハンド、ここは選手のラリーですが、そこでシックスセンスが取ったということで1ゲームまずシックスセンスが取っています。桃田選手がここで登場してきました。桃田対東野、拾ったボディいった、ガッツポーズ東野。ここは何としてでも桃田選手としてはリードを取るところまでいかないといけないですね。そうなんですよ、キャプテンは野口俊平選手をぶつけてきました。ここも楽しみです。あと数年後にはこの対戦があの全日本総合で見られるようになるかもしれないですよね。試合じゃない限り、なので本当に貴重な体験ですよね、はい。さあ野口俊平選手がまず一つ桃田選手からポイントを取りました。18-15リード、このシングルスは30ポイント取るまで続きます。どちらが30ポイントを取るか。第一ゲームのダブルスはまずシックスセンスが取っています。青いユニフォーム、中のキャプテン桃田選手がここは中学生の球を必死に追いかけている。しかし決めたのですね、そうですね、佐藤沙耶香選手の登場です。もう中川優奈選手はこの第
2ゲームシングルスポイントを使い切っています。ジャンプしてクロス、センスリード、ジャンプしてこれもいいショット。野口選手のフライトあと2ポイントです。これ取っとかなくていいですかね。そうですね、まあ、でもダブルスメインの選手なので多分調子いい時にやっといた方がいいと思います、ね。はい、前に落とす。バックセンス7ポイントリード、30ポイントまであと8ポイントに迫っています。ストレート奥へ送り込んだ、ホキのクリア、これをクリアで返す、前に落とす、ラウンド回り込んでいきます。手前これも拾った、後ろはどうか、これがアウト。来ましたね、野口選手は。もうリード8点分リードしてますからね。そうですね、代わって出てきたのは小原美久選手です。ホキ選手のバックハンドへのショットを拾って、その後は奥へ。これだけ点数差が離れているので、ホキ選手ももうこう女子だから優しくとかジュニアだから優しくっていう気持ちを持っていると、はい、そのまま負けてしまう。そうですね、ポイント取られました。取るってことになるとちょっと大変ですよ。そうですね、もう本当シングルスの選手多いので、はい、やっぱ取りたいですよね。そうですね、シングルスは9ポイント差をどう跳ね返すか。大堀奥への球、ミク選手ポイントを積み重ねて、チームシックスセンスはあと5ポイント。これもそうですね、あとやっぱりこういつ自分のタイミングが来るかわからない状況で、はい、まあ、見てわかるようにみんな選手ちょっとベンチに座ってるので体が冷えちゃったりだとか、足が止まったりだとかっていうのはあると思うんですよ、ね。そうするとね、また細かく変えた方が、体が温まった状態を保てる選手、2ポイント練習で17-26、30ポイント取るまでシングルスは行われます。ストレート打ち込んだ、これを小原返した、そしてこの逆中のショット、シングルス取って、でまたダブルスは取られて、でまたシングルスを取って最後に持っていきたいんだと思うんですよ、ただちょっとやばいっていう顔してましたね。このショット拾ってクロス、小原いいショットを返しまして、これはどうでしょうか。シックスセンスあと2ポイント、このショットは沖野さん行ってきた、返した山口、沖野前に落とそうというショットでしたがネットに、18-28、どうする、沖野のクリアだった、ジャンプしてスマッシュ、沖野はクリア、前の落とすショットです。ショット前、ストレート返した、ネット前に落とす、クロスのクリア、今度はまた前に落とすショット、よく揺さぶる、ヤピンの押し、バックハンド、この辺りを返、20-28です。これはアウトか、ポイント、ただ桃田選手もあと3ポイントしかないんですね。で、シックスセンスの方は常山選手のポイントが結構残っています、フライトが残っています。シングルスのプレイヤーの、そうですね、山口対桃田、桃田の奥への球、今度はクロス、低いところで上げた、ジャンプしてクロス、これがアウト。登場、神村選手がだいぶポイントを残しています。桃田はこれがフライト最後のポイント、これがミスですね、ネットにかかった。シックスセンスがあと1ポイントに迫っています。このシングルス、奥へ逆をつく、よく拾う、ハンド倒れ込みながら、その後のショットはこれは返せない、出ていたと思います。はい、あと5ポイント、センスはあと1ポイント取ればこのシングルスを取ります、2連勝になります。振った、あっ
ットにかかった。このシングルスもシックスセンスが取りました。13-24。いやー、このシックスセンス。